今、一応、開窓が終わって、この動画は、今、僕が生活をしている窓ですね、そこをつけていくまでのことです。動画ですね。一応、もともとあったやつ、枠を使おうとはしてますね。で、本当はここは畳と、石膏ボードで固めてバンって閉じてたんですけど、いかんせんこの窓、廊下側の窓ってすごい日光がめちゃくちゃ入ってくるんですよね。だから、そこ塞ぐのめ、もん、あのー、もったいねえよっていうことでやってます。で、なかなか畳が切れなかったので、仕方なく簡易窓の方に今映ってますね。で、これ簡易窓を作るときに、これやっちゃいけないんですよ。簡易窓を作るときには、絶対この中からポリカの保護フィルムを剥がすのは、フレームとか枠を当て込んだ後でもいいです。ペリッと取れるんで引っ張れば。これは順番的にアウトっすね。で、今、中からポリカの上に乗っちゃってんすけど、これ潰れますね。膝とか、体重かかったところが。なんか凹んだような感じで、なんか歪んでんすよ、そこだけ。だから、これはやんない方がいいですね。絶対保護フィルムは最初に剥がしちゃダメです。一番最後に設置をした後でもいいです、保護フィルム剥がすの。でもこれはやっちゃダメですね。カメラにケツを向けて延々作業をするのもどうかなって感じですね。38歳独身男性のケツですね。それはどうかとかじゃなくて単純にダメっしょって思っていますが、どうでもいいっすね。これは、とにかくや、カッターで切ってたりするんですけど、やっぱり付属のノコギリがついてるんですよ、ポリカを切る。で、それで切った方がいいっすね。一番目は、細かいやつで切るのをおすすめします。中からポリカが傷まなくて、切り口が荒れないんですよ。切り口荒れちゃうと、外枠がつかない、つかない、つかない。本当にもうイライラしてましたね。これずっとやって、大体ね、2時間ぐらいやってましたね、この動画の時。さすがにパソコンに収まんない動画の量になっちゃったんで、消しましたか？一番最初と、一番最後の枠がはまったところを除いて全部捨てました。削除しましたね。もう本当に、中からポリカのこの簡易窓に関して、その切っちゃうと、切り口を本当にきれいにやらないと、本当ダメっすね。マジで。で、あとはそのポリカの上に乗るっていうのも、ご法度っすね。なんかそこだけ変に潰れて、なんかわかるようになっちゃうんですよ。なんか乗ったな、みたいな。これ2枚重ねてその上でやってますけど、これはどうせあれがないんですよ。スペースが今ないんですよね、この動画を撮ってる最中は。だから、なんていうか、もうスペースがないから、もうとにかく終わらせること、やりきることを前提と根底に置いた上での最終目標でやってるから仕方がないですね。で、次2軒目からはもうちょい違うことをしたいっすよね、マジで。
まあここまで やるのに相当かかりましたね。普通これ1日かかんないんですけどね、外場と簡易エコバのって1日2日かかったらそれ簡易じゃねえよっていう話なんで、 LL の簡易エコ窓は少し難しいな。これまあまあまあサイズが縦に多すぎて、あの結局ポリあの中からポリカのダワミっていうかタワミが出ちゃうんだよね、あの縦に長いと。だからあんまり L 以上は中からポリカ使わない方がいいんだよね。でまあこのタワミをどうにかするのに、まあこれ付属でアングルが LL だけ入ってるんですよね。だからまあこれ打って、穴開けてちょっとこれ打って、まあ、ここは終わりですね。その前にちょっと自治会費払わなくちゃなんで銀行に行きます。終わらせてしまいますね。予定よりも4日3日4日5日遅れてるんで、でまあまずここですね。ここはですね、ここの窓が一番立て付け悪くて、虫やら蜂やら入ってくるぐらい立て付け悪いんですよ、カメムシとか。だからまあこれは腐りますね。材だけ塗ってやります。20枚ですね。まあ中からポリカで蓋しちゃいますね。日光が入ってます。であとはここ塞いでここに20枚つけて完成します。一応中からポリカのこの簡易エコ窓は設置終わりましたね。で設置終わって今これ掃除機ですね。なんか意外とそのキリコかな、ノコクソ、まあクソって言うとあれ便乗従事者かもしれないですけど、ノコギリのカスが意外とついてたりするので、まあそれをちょっと掃除機で吸ってる感じですね。でまあ次のこれは何やってるかって言ったら、あの塗料を塗ってます。でどっちかな、これは窓、上の窓の枠なので防腐剤ですね。はい。でこの一番寒く夏はクソ暑いこの道路側のこのフローリングの場所なんですけど、一番の問題は建て付けの悪さですね。まあこれ建物全体っていうか建物全部の窓に言えることなんですけど、やっぱり窓の枠の設置の仕方がちょっと立て付け悪くて、レールが高いんですよ。窓のあの、トグルマ乗っけてるレールが高くて。で、それが確か5ミリなんですよ。で、その上にトグルマが乗ってて、でそのトグルマが乗ってる分、あの、窓の下ですね。窓枠の、下の木材は、なんだろうな、トグルマ掘っておかなくちゃいけないんですよね。でもそれをさすがに掘りすぎると、実はあの窓ガラスに干渉しちゃうからっていうんで、そんなにトグルマが深くついてるわけじゃないんですよ、ここの窓って。だから、そのどうしてもトグルマのレールとトグルマが高いので、そこから風と雨が容赦なく入ってくるんですね。なんで、やっぱり、その水が当たってるところは結構傷んでるんですよね。やっぱり上の方は、なんだろうな、木材が灰色ですよね。水に濡れて乾いて、水に濡れて乾いてを繰り返すと、そういう色になるんですよ。だから、ここら辺は、そういう色になってます。だからもう、まあ、本当であればサンダーかけてから塗った方が塗料のクイックいいんですけど、それは、まあ、めんどくさいからやってないです。で、ここからは外もやってます。で、ここ軒が出てますけど、やっぱり風が強いんで、この物件があるところはどっちかっていうとちょっと海沿いなんですよね。なので、まあ、そんな海が近いわけじゃないですけど、やっぱり海からの風がどうしても届くんで、
雨が降るとこの窓ガラスとかにはもうバッチバチ叩きつける雨になっちゃうんですよ。だからその上の木枠の窓は結構激しいっすよ、痛みが。でどれくらい減ってるかっつったら、木の年輪が浮いちゃってるんですよ。それくらい水が叩きつけるんですよね。だから木の年輪は残ってるけど筋っぽく、でそれに対して材の年輪じゃないところが痩せちゃってるんで、まあ、朽ちてしまうのもまあ時間の問題かなぐらいの減り方をしてますね。それにびっくりですね。なのでこれ防腐剤を塗ってますけど、防腐剤を塗った上から、またホワイトのペンキを塗ろうかなって思ってます。まず台の保護を防腐剤でやって、これクレオパワーですね。でクレオパワーの上から、まあ、水性でも油性でもどっちでもいいんで厚めですね、薄めないで厚塗りをして、できるだけもそもそもの台が外気に触れないで雨風にさらされないように厚塗りをしていこうかなっていう感じです。で、まあ、とにかくは材の保護ですね。多分後々やるし、多分そこの動画はおそらく撮んないであろうとは思うんですけど、やっぱりここ、風強いんで、あとね、地震がなんか意外とあるんですよ、福島県沖の。だから地震が来ると、意外とこれ窓ガラスが割れるんですね。まあ、ただでさえ隣が製材所で原木を下ろすときに、ずしんずしんって一日に何回も地震があるんですよ。だからそれで結構弱ってるん で、しかもこれ外窓の用の窓のガラスじゃないんですよね。内窓用のガラスです。だから割れるときはもう本当簡単にパリーンって割れるんで、ね、これどうしようかって感じっすね。だから今は飛散防止の保護フィルムは買ってきてますし、あとは中からポリカをブラインドを兼ねて貼っちまおうかなって感じっすよね。台風の風で窓ガラスが割れる地域って養生プラダンで、プラダンを窓ガラスにつけるんですよ。それで窓ガラスを保護して割れないようにするっていうのが、台風の風で窓ガラスが割れてしまうくらいの地域の知恵だそうです。なのでそうですね、ここは台風の風よりかは夏場の氷がこれ叩きつけて割るんですよ。まあそこまでひどい氷はまだ出くわしたことないけれども、中からポリカをもうガラスに貼っちゃって氷対策でやろうかなって感じです。今年の冬の前までにはここに雨戸を作りたいっすね。はい、でまあ雨戸の話じゃなくて今もう中に入っちゃったんですけど、まあここをなんとか窓にしたいっすね。やっぱり日の光が建物にできるだけ入ってほしいんで、蛍光灯の明かりよりかはやっぱり日の光じゃないと気が晴れないから。っていうので、まあ、せっかく作ったところを、まあ、頑張ってこうやってやってますね。でそしてここはですね、もう床の値段が反ってるんで水平が出ないですね。それどうしようかなっていう感じっす。まあこんな感じで四苦八苦して頑張ってます。バイバイ。